血圧のせいじゃない。あ、いろいろ燃え始めてていいですね。やってるよ。いらっしゃい、ようこそスナックエンビーガブリエラへ。ママのたかしです。チーマーのひきすみです。セコノカミです。3人合わせてエンビーガブリエラです。はい、皆さん夏ですね。夏です。はい、私たち、今度、ポップアップストアやります。素晴らしい。ドボルザキアベータという、EP を発売することになりました。EP、なんとそこに、私たち新曲を入れることになりました。あら、タイトルがメラメラというタイトルになってます。はい、ということでそれにちなんだお題を今日インスタグラムで募集したので皆さんと一緒に爆笑したいと思います。いっぱい笑ってこう。最近メラメラしたことあるっていうお題ですね。はい、はい、発汗。メラメラしてますね。この季節にメラメラってたらもうそれしか思い浮かばないよね。最近だって蛇口ひねったらお湯が出てくるって言うじゃない。いや、ほんとやばいよ。いや、お湯、もうお湯が出てくる。あれ、お湯で出してるっけ、水だよな、みたいな。そう、やばい。いや、だから私思うよ。いずれさ、夏は外に出ないでくださいみたいな感じの時が来そうな気がする。最高。でも誰かが外に出ないと物が届かないし、ご飯。そうよ。いや、それはお金が欲しい人が動くということで。そうよ、もう不要不急とかふうになりそうな気がする。みんな気をつけよう。今健康診断終わり、血圧高めでメラメラしてきました。健康診断にはさ、やっぱりさ行った方がいいよね。いや、行った方がいい。さ、大体血で大体のことは分かるって、うん、言うよね。うん、小さだろうかって、うんうん、たまに区とかからのお手紙の中に紛れてたりするんだよね。あ、そうそう、たまにっていうか年一で絶対紛れてるんだけど。そうだよね。たまに気まぐれで送ってくるわけじゃないのよ。でもそれをチェックしておけば、そう、無料でも受けられますので、ぜひ受けた方がいい。そうね、私は血圧高い家系だったの。なんか私もやっぱりすごいさ、アグレッシブじゃない、人生、うん、血圧高いものだと思ってたの。したら相当低かったのよ、私血圧。ほら、でそうなった時に、私は血圧が低いんだよねって言い訳にする人の言い訳を全部なぎ倒してったね。ああ、自分がそうだか体現したのね。そうそうそう、いや血圧低くて朝苦手なんだよねっていうので、朝苦手なのは血圧のせいじゃないってことを私がこう生き証人として体現している。朝が苦手なだけなんだよ。そうそう、受け入れないとかじゃないんだよって。今の私がメラメラしちゃったよ。ああ、ガンガン。ちなみに私の血圧は正常値です。へえ。私全部正常。じゃあ、あれなんだ、脳だけは正常じゃないんだ。やっぱそこ…何これ。もうさ、うん、楽しい。楽しい。楽しい。嬉しい。でもヒクもめっちゃ楽しいでしょ。うん、いいよね。まあ楽しくはないけど、うん、美味しい。楽しいより最高じゃん。そうだね。ジム行き出したら元取りたくなって燃えてる。最高だね。ああ、いろいろ燃え始めてていいですね。ジム行き始めてさ、この燃え始めたこの瞬間が一番楽しいよね。楽しい。そうね。よし、やってやるかって。私は昔好きだった男に細い人がタイプって言われて4キロ落としたことありましたけどね。すごい。すごいね。体脂肪 5% 落としたことありましたけどね。でもその人が実家帰るってなって一気にやる気なくなってみたいなことありましたね。そしたら風船みたいな 10% 戻ったんでしょ。倍。戻ってないから。しろね。もうひーくんをいじめるの3回に4回ぐらいにしときな。ちょっとギュッとついて。どっかよ、みなさん7年これ。これメラメラしてる。メラメラしてる。よくやってると思ったよ。言い方がもう仲間入りみたいになってくれ今。お前らみたいになってくれ今。お前ら。年上の新人さんに足と腕を組みながら話を聞く体勢取られたから私負けない。メラメラ。ちょっといいですかって言ったら、はい。あ、すごい。自分が年上だから。
もうさ、なんかかわいそうだよね。なんかやっぱりさ、そういうなんかさ、あのさ、年とかをとやっぱりなんかさ、こうプライドがあるんだろうな。うん、でもそういう人見たらね、あれよ、あの皆さん、私より年食ってるのにろくな生き方してこなかったかわいそうな人って思えばいいと思うよ。もうそれでしかないね、本当に。うん、本当に昔はもう血気盛んだったから、それをされたら、手と足まず戻してくださいって言ってたで、戻すまで見てるみたいなことをやってたけど。すごい、そうすごいよね。私曲がったこと大嫌いだから。うわ、すごい。ハラハラの大蔵ですみたいな感じですけれども。同じ半額のお惣菜を狙ってる人が近くにいたとき、メラメラしてる、メラメラしてるよね。それは分かりません。 あいつ絶対行くだろうなみたいな時のさ、足の速さったら一回でもこう手に取って一回置いた後の戻るかもしれない、あの時間でも私ね、そういう時はね、あのね、マジでね、0コマ何秒のね、あの時間が命取りになるんですよ、そういう時って。だからそこで、あの人取りそうって思ってこの勢いでいったら、あの人とぶつかるかもしんないとか、なんか取り合いになるかもしんないって考えた方が取れなくなっちゃうの。だからあれが欲しいと思ったら、もう横目にそういう人見てもスピードを緩めてはいけないじゃないとね、絶対にゲットできないから。これだけは言っとく。あの、ね、電車の席もそうですよ。あの人座ろうとしてるなって、ひるんだ瞬間にその人に座られちゃうから。そうだね、もうスッて座るのよ。見にくいわ私。すの言い方が耳にスッてきた。ごめんねごめん。全然いいんだけど、うん、生命力が高いよね。ええ。でもやっぱり最近やっぱり私省エネなんだろうな。諦める。見えちゃうと、あ、持ってきなってなる。あ、なるなる。そう、私はもうそんな数百円、数十円の値段とか気にして買い物したことないから、持ってきなよそういうのって思ってる。何か必ずやっぱ織り込まれてくる。それで自尊心を保てるのよ。自分の中で 誰にも迷惑かけてないし、誰も気づかれてないからね、スッてこうやって一個高めのやつ買ってやろうみたいな。やりませんよそんなこと。でもそういうマインドでいた。やってるよ。私一番高いの持ってくよ。譲った自分へのご褒美にね。そうよ、いいことしたって。もうほんと結局損してんだけどね、結果思うつぼよ。まあ店の思うつぼだわ。大丈夫デヒ君、あのさ、すごいさ、好感度下げてくるとか言うけど、私は自分で自爆してってるから、ずっとこの8年間大丈夫よ。暑いのに電車の車両が弱冷でメラメラ。いや、だから2両目に乗るなよ。それ超話題だ。それ超話題、ほんと。弱冷房車こんだけ暑いからマジいらなくねみたいな。マジ強冷房車作れみたいな。あるある。強冷房車ってやばい。いやでも確かに冷え性な方もいるし、お腹ゆるゆるな方もいるじゃないですか。そうね。あとやっぱり体質的に女性の方の方が冷えやすいとかもあるじゃん。うんうん、だから人の温度の感じ方はあれだから、やっぱり2両目は弱冷房車にしといて。いいのよね。2両目乗らなきゃいいんだよ、だから。彼氏、かっこ年下の地元の女だけが呼ぶ彼氏のあだ名。ああ、なるほど。うちらが、あの、秀樹とかって呼んでるのに、その女だけがピーちゃんって呼んでる。そうか、そう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 。あ、っていうかそうよ。あの、自分の彼氏よね。自分の彼氏の。あ、呼んでるってことね。そうそうそう。イラつくね。メラメラした。メラメラした。いや、イラつくし、すごいデリカシーないなと思うよね。そこにマウント取ってもしょうがないじゃん、もはやっていう感じじゃん。でもちょっとさ、私昔から知ってるかっていうのを匂わせたいからわざとそういうことやるわけでしょ。うん、人の心があったら絶対そんなことしないじゃん、気使って。うん、そう、名字で呼ぶとか、名前で呼ぶとか、昔はそういうふうに呼んでたけれども、今はなんとかくんって呼んだりとか、二人でいる時にそういうふうに呼ばれてね。そう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 、呼び方云々よりも、そもそもこの地元の女のことが気に入らないんだと思うよ、この人は。だから何してもイラつくんだと思うよ。それでさらにあだ名があるから、さらにイラつく。余計な嫉妬心から始まってる、ちっちゃいこの、そう、つける何かなんだろうね。だからなんか警戒してたんだろうね、もともと。だからその地元の女もマウント取ってたんだと思うよ。だからいろいろ過敏に反応して、これがイラつくみたいになってる気がするけど。
さらに追加で追加もある超イライラしてんじゃんいただいてます、はい、彼氏の地元の先輩かっこ自分より年下女が彼氏にライブ誘ってた私の目の前でなんかその地元のコミュニティがすごくあのそういうざっくばらんな地域なんじゃないですか、うん、もはやそう思った方がいいあ男女のね比率とかが男2人ぐらいしかいなくてあと全員女の子だったとか、うん、とか割と本当になんか地元仲間ですげえ仲良かったとかさ、うん、あるじゃん、うんうん、ある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 、うん、とかだから気にしないタイプの、うん、あの地域、はいはいはい、っていうのなんじゃないもうそう思った方がいいかもしれないねそうねそうで彼に言えばいいんじゃないそれで、うん、あのちょっと嫌だなみたいなそうねそうねで彼に言った方がいいと思うよ、うん、そしたらさなんかねでもそれ言ってさじゃあお前がいる時は友達と会わないよっつっていない時に超その友達と会ったらすごいそれもそれは嫌じゃんだから慣れた方がいいかもなんか一回冷静になって彼の友達ってどういうコミュニティなんだろうっていうのを観察した方がいいかもよそれでなんか体がなかったらさちょっとなんかあこういう子たちなんだって思えるじゃん、うんうん、そっちの方が平和じゃない平和恋人同士の関係性が一番偉いわけでもないじゃん人間関係って だから今私はこの人と付き合ってるから私の嫌な気持ちにさせるようなことはしないでっていうのはエゴな気がするし それまでの付き合い方があるわけじゃん相手にはそう、ね、でしかもその友達は全然それは関係ないわけだしこっちの付き合いはそれだったらこの人たちに今日あのなんか彼の接し方を変えさせるっていうのもエゴかもしれないじゃん、うん、ただそこは人と人との思いやりだったりとかデリカシーの問題だから、うん、私だったら彼女がいる時にそういうことはしないけれども、うん、デリカシーがない方も残念ながらいるし、うん、察して精神は良くないと思うから気になるんだったら言えばいいと思うそうねほんとそう察してでうまくいったのあんま聞かないよね、うん人と付き合うのって難しいよね頑張れ頑張だからイレキンは一生一人かもしれないそりゃそうと思うよだよねあー